はい今回は「あいうえお」の法則というものについて考えていきたいと思いますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。このですね「あいうえお」の法則っていうのは、まあ、誰が考えたのかちょっとわからないんですけどどういったことかっていうと、まあ、人間関係対人関係についての まあ、ヒントがまあ含まれている、まあ、内容であるっていうことを、まあ、一般人の方がおっしゃっておりまして、まあ、僕もそういったものを考えながら、まあ、これはいいなと、まあ、そういうこととか、まあ、まあ、多角的に思うことをお伝えさせていただこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、僕たちですね、まあ、生きていて過ごしていれば、まあ、いろいろなことがあります。悩みがあります。で、その悩みのですね、まあ、一つに、やはり、あの、あるのが、 大人関係、まあ、人間関係係ま間なんですよでそういったことをあのうまく乗り切っていけるこのまあ人生の法則といいますかそういったものをまあ何て言うのかな手短にあの要約して、えー、言ってるのがまあ、この IUAO の法則なんじゃないかっていうまあ、ことなんですよね。うん でこの IUAO の法則っていうのはいくつもいくつもあるんですがまあそのねまあ全部っていうかあもうなあれなんでまあ、僕がまあいいと思うまあ2つ、まあ、具体的な2つのですね、えー、まあこの IUAO の法則っていうものに注目してまあその解釈をここからお伝えさせていただこうと思います。まあこの 対人関係とか人間関係において、まあ、このような、あな,んとかなんていうんですか、向き合い方、えー、を解釈をして,おくしていくと、まああ、良い人間関係、あるいは対人関係、あるいはですね、えーまあ、あのより良い循環、まああ、いい人生が送れるのではないかと、まあ、そういったものなんですね。全くまあ難しくないというか、まあ、解釈次第考え方次第っということなんで、 まず2つありますので1つ目から行きますね1つ目1つ目のアイウェオの法則の、まあ、このアイウェオっていうのがこの何、えー、て言うんでしょうこのフレーズの,あの頭文字になってるんですよで1つ目から行きますあありがとうは何度、えー、言ってもいいい忙しいという人は頼りにならないう運を引き寄せるためには努力し続けることえ笑顔は最大の武器であること お,お礼はすすぐに、えー、することとで、えー、この、えー、中でですね、えー、どこに対人関係があるのかっていうと、まあ、あとをですねありがとうは何度、えー、言ってもいいっていうまあ対人、えー あの相手に対してということですね。でお礼は、おのお礼はすぐにすることっていうところで、この中には、あとおが、えー、含まれているということです。これ、あの、まあ、なんていうのかな、非常にこの的確なあ表現であると思うんです。で、続いて2つ目を考えていくんですが、2つ目も、まあ、頭文字から始まるんで、えー、あ、諦めない、い、威張らない、う、奪わない、え、選ばない。 を起こらないと、えー、いうことですね。でこ、この中にはどこに対人関係が入るのかっていうと、意とをの部分に入りますね。 い威張らない、を怒らないということで、でやはりあのそうですし、皆さんも思ってることあると思いますが、えー、まあ、対人関係においてですね、威張るとかそういう人っていうのはやっぱり嫌じゃないですか。あと、おの、おあの怒る人ですね。だから、えー、威張る、怒るの逆を言って、威張らない、あるいは怒らないということがあ、この対人関係について、えー、まあ、大切、重要であるということだと思います。でこのね、えー IUEO ううの中でこの対人関係以外のまあ、もちろんものもあるんですけど今回はまあ、この対人関係っていうものにちょっと注目してみましたので、えー、まあ、このような感じか形でお伝えしましたあの、まあ、皆さんも僕もですが、えー、まあ、悩むことっていうのは、えー、まあ、人間っていうかいくつかに決まってるんですね、えー、まあ、例えば何、うん、でしょうねそのまあ お金の問題だったり人間関係の問題であったりとかねそういったことですので,でそのあのやはり多くの、まあ、人が悩む僕もそうですが、えー、悩むあるいはストレスとかを感じるのがこの人間関係ですのでこの人間関係に対して、えーまあ、ど,どのようにまあ、向き合うとままあ,あの、まあ、より良くなれるのかということを のリスナー様の何かしらのご参考になっていただければと思いまして今回はこの「IUEO の法則」っていう、えー、ことをですね考えて、まあ、その対人関係について、まあ、どのように、えー、すれば良、えーまあ、くなるのか好循環になるのかっていうことを、えー、思うことをお伝えさせていただきました、えー、何かしらご参考になっていただけるものが一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました 失礼いたします。